怪獣はやっぱ大好きですね。もう、たまらないですね。怪獣ってやっぱりこう、いろんな、こう要素が怖いし、可愛いし、で、大人になってから見ると、すごいこう、メッセージ性が強かったり、ゴジラとかも、ああいう水爆がモチーフになってたりとか、こう掘りがいがすごいあるっていうか、そうなんですよね。